はい、中島公園のお祭り2日目、残り1時間を切った今でも公園の中たくさんの方でにぎわっています。午後6時の気温、札幌が 16.5 度と日中に比べてだんだんと肌寒くなってきてはいるんですが、こう浴衣を着ている方もいらっしゃいますし、3年ぶりのお祭り皆さん楽しんでいらっしゃいます。会場の入り口近くに私今いまして、こちら入場口見ていただくと分かる通り、この時間もスムーズに人は流れています。そしてこの入場口の奥に向かっていくと中島公園駅があるんですが、そこから来る方も1時間ほど前はこの通路の端から端までびっちり人で埋まっていたんですが、これでも1時間前よりは人の数は減っているという状況です。ただこの入場を待つ人の列ができているというのには変わりありません。この公園の奥に向かってずらっとどんどんこの列が続いていまして、現在のこの列折り返し地点の様子ご覧いただけるでしょうか。入場口からおよそ400メートルほど離れた場所にあるんですが、こちらも列が停滞するという様子はなく、スムーズに、ゆっくりではあるんですが、だんだん徐々に進んでいるという状況です。ここで皆さん折り返して、そしてまた400メートルほど歩いて入場口の方に来て、やっとこのお祭り会場に入場できるという状況です。で、場内アナウンスによりますと、この入場までにかかる時間が30分から40分ということで、今から来る方入場できるのかどうか心配なところではあります。このお祭り午後7時までの開催となっています。以上、中島公園からお伝えしました。はい、昨日はもうこの時間になりますと会場内奥の方は人が滞留してほとんど動けないような状況だったんですが、今日はまだ人の流れというのはできていますので、昨日ほどの混雑ではないということですね。